ゲーリングのベルリン・カイザーダムの自邸にあったカリンを記念する部屋、カリン・ゲーリングは、ドイツの政治家、ヘルマン・ゲーリングの最初の妻だった女性。カリン・ゲーリングは、スウェーデン陸軍大佐カール・フォン・フォック男爵とその妻で、アイルランド系のフルディーネ・フォン・フォックの四女として、スウェーデンのストックホルムに生まれた。フォン・フォック家は19世紀に、ベスト・ファーレンからスウェーデンへ移住した貴族であった。 カリンを含め、フォン・フォック家の5人の娘は、祖母が創設した、エーデル・ワイスカイという宗教家族会を熱心に、信仰していた。カリンは、スウェーデン陸軍隊員のニルス・グスタフ・フォン・カンツォウ、男爵と結婚し、彼との間にトーマスという息子も設けていた。ニルスはカリンに献身的であったが、ロマンチストだったカリンの方は、ニルスとの平凡な結婚生活に飽きており、 いつもヒーローの出現と冒険を求めていたという。ゲーリングとカリンが出会ったロッケルスタド上、第一次世界大戦のドイツ軍航空隊のエースパイロットであったヘルマン・ゲーリングは、ドイツ敗戦後にスウェーデンに移り、ここで民間飛行士などをしていた。1920年2月20日、ゲーリングはエアタクシー業務で探検家、エリク・フォンドー・ゼン・ハクシャクを彼の居場であるロッケルスタド、 上へ送った。このエリク・フォン・ローゼンの妻マリーは、カリンの姉だった。カリンは、マリーの話相手になるため、よくこの城を訪れており、この日も、この城にいた。城の中に招かれたゲーリングは、カリンと出会い、一目見て、恋に落ちたという。この頃のゲーリングは痩せていて、生涯で、最も美男だった頃であった。ゲーリングは一次大戦のパイロットとしての冒険団や、 敗戦後のドイツの混乱、連合軍によるドイツへの圧政のひどさなどを、ゼン一家に聞かせ、すっかり一家と意気投合した。フォンフォック家もローゼン家も、対戦中からの親読派であったから彼らは、ゲーリングの考えに大変共感を寄せた。カリンが待ち望んでいたヒーローの姿をゲーリングに見るのに時間はかからなかった。すっかりローゼン一家と仲良くなったゲーリングは、 当然白爵の妻マリーが城の中に置かせていたエーデルワイス会の礼拝場にも招かれた。カリンもこの信仰に強く惹かれていることを知ったゲーリングは城を建った後にすぐに書いて送ったお礼の手紙の中で言葉巧みにエーデルワイス会の信仰を絶賛している。このこともカリンの心を強く揺り動かした。2月24日にはカリンはゲーリングと会うために ストックホルムへ戻っていった。ヘルマンたちはデートを重ね、カリンは、姉ファニーに、彼こそが私が、いつも夢に見ていた男性よ、などと語るようになり、1920年夏には、ヘルマンの母フランチスカに紹介してもらうために、ミュンヘンへ旅立つほどになった。1921年初めには、カリンの夫ニルス・フォン・カンツオフ一家の昼食会に、ゲーリングが招かれている。 ゲーリングとカリンの関係はニルスはもちろん、当時9歳の息子、トーマスさえも知っていたが、ゲーリングの不思議な魅力は、ニルスやトーマスも虜にし、二人はゲーリングに交換を持っていたという。ゲーリングとカリンは、バイエルン州のオーストリア国境付近の山中に山小屋を借りた。ここは1920年から1923年の間、二人がよく滞在した。 一度ストックホルムに戻った際にペーリングはカリンにニルスとの離婚を求めたが、息子トーマスもいるカリンはこの時には拒んだ。しかしその後再び、ゲーリングとカリンはバイエルンの山小屋へ戻って同性生活を送った。しかも二人はニルスに金の無心もしており、ニルスは妻が戻ってくることを期待して援助している。しかし、結局、百二十二年十二月十三日に、 カリンは、ニルスと離婚した。ニルスは、トーマスの親権は得たが、妻を失ったことで深刻な鬱病になり、1923年中頃には、同僚を殺そうとして失敗し列車から飛び降りるという、気候を起こした。その後、教職を終われ、教師した。1923年1月25日にゲーリングと、カリンは、ストックホルム、続いて二人が住むミュンヘンで挙式した。 新婚旅行はイタリアだった。ゲーリングが国家社会主義ドイツ労働者等の党員となると、カリンもすぐに熱心な国家社会主義者、反ユダヤ主義者、反共主義者になった。ゲーリングも彼女は私には国家社会主義的すぎるなと語ったほどだった。1924年4月23日、ナチ党紙兵集団である突撃大再編のためゲーリングが、 突撃隊司令官となって、初めてのパレードが行われ、ナチ党党首アドルフ・ヒトラーはその様子を絶賛した。ヒトラーから、ゲーリングの功績をどれほど評価しているか、口にすれば彼がうぬぼれてしまうほどだと言われ、喜んだカリンは、自分の頭が誇りですっかり有頂天になって、しまいましたと答えた。するとヒトラーは、彼女の手にキスをして、あなたのように、美しい頭の持ち主が、 そんなになることはないでしょうと告げた。カリンはトーマスへの手紙で、おそらくこれは最高にエレガントな褒め言葉とは言えないでしょうが、私は嬉しく思いましたと記している。1923年11月、ナチ党党首アドルフ・ヒトラーと一時大戦の英雄、エイリヒルーデンドルフ将軍が起こしたミュンヘン一気に、当時突撃大司令官だったゲーリングも参加した。しかし一機は失敗し、 ゲーリングは更新の際に警官隊からの銃撃で腰に銃弾を受けた。ゲーリングとカリンは警察の追跡を振り切るためオーストリアのインスブルックへ国外逃亡した。カリンはインスブルックの病院でつきっきりで夫、ゲーリングの看病をした。その後、カリンも病院への道すがらに共産党員から石を投げつけられて足の指を骨折し、 ゲーリングと同じ病院の同じ病室に入院した。仮は母親への手紙の中で警察にすべての財産を差し押さえられた苦境を書いている。しかしこれに続けて彼女は、ナチ党がこれをきっかけに必ず前進すると熱く語っている。母に宛てた手紙には、ママ、ヒトラーの主義が失敗に終わった、彼らが諦めてしまったなどとお考えにならないで事実はそのせい反対ですし、 それを推し進める力は、前よりも強いほどですと書かれていた。しかしナチ党内では、党内人事を司るアルフレート・ローゼンベルクが、ゲーリングの投石を削除してしまっていた。1925年4月にはドイツに戻れない、ゲーリングに代わってカリンがミュンヘンへ戻り、まず、ミュンヘン一期の指導者、エーリヒルデンドルフ将軍と面会した。将軍に資金提供を求めたが、 将軍は、祖国は、見返りのない犠牲を求めているなどと体よく断った。続いてカリンは、アドルフ・ヒトラーと面会し、まず、ゲーリングの投石が剥奪されたことを告げた。ヒトラーは、そのようなことになっていったとは、初めて知ったと答え、すぐに回復させることを約束した。またカリンが、経済的な苦境について話すとヒトラーは、戸棚の紙幣を足づかみにして、 カリンの手中に押し付けたという。カリンはヒトラーに感謝し、この時にヒトラーから渡されたヒトラーの写真をエーデルワイスの声だと共に一番大切な宝物にしていた。カリンがゲーリングの下に戻ると二人はすぐにスウェーデンへ移住し、カリンの実家フォンホック家に頼ることになった。しかし傷の激痛を和らげるためにモルヒネを常用するようになっていたゲーリングは、 精神的な障害を起こし、本ホック家の資金で、施設や精神病院へ入ることとなった。カリンはゲーリングを懸命に支え、なんとか、モルヒネ依存から抜け出させようとしたが、ゲーリングはモルヒネから離れられなかった。カリン自身も体が弱く、心臓発作で意識を失ったり、リュウマチを患っていた。カリンは三人の内科医から、富士の心臓病であり、先は、 長くないと宣告されていた。ヒンデンブルク大統領の政治犯の恩赦があった後の1928年1月にベルリンへ戻り、ナチ党の活動に戻ったゲーリングは5月にはナチ党の国会議員に当選した。カリンの体はこの頃にはだいぶ危険な状態になっていたが、彼女は最後の力を振り絞ってゲーリングの社交界での活動に尽力した。ベルリンにおける 彼女の一番の親友は、スウェーデンと関係の深いドイツの名家、ビクトルツービート公爵夫妻で、彼らをヒトラーとナチ党に共鳴させた。そしてドイツ貴族階級の大物たちが次々に、ゲーリングとカリンと食事を灯し、二人は説得と反論を駆使して、党の宣伝を行った。彼女はそれらが、私もヘルマンも非独身の疲れることですと認めながら、もし求められれば、 私たちのできるすべてを捧げるつもりであることも理解しています。なぜなら私たちがそれを望んでいるからですと書いている。1930年2月、カリンは塗装の成果について嬉しそうに母親へ手紙を書いている。私たちはすでにヒトラーとその主義の賛同者をたくさん獲得しています。アウグスト・ビル・ヘルム王子もビート夫妻と同じく、 今では私たちの主義を信奉しています。このようなカリンとゲーリングの貢献によって貴族階級の多くがナチ党に入党した。カリンの生きる希望はゲーリングの存在とヒトラー及びナチ党の身長であり、3月母親への手紙ではヘルマンがいなくなると本当にうつろな気持ちで絶えず彼のことを考えています。私がどうしたら彼とヒトラーの運動に何らかの形で 役立つことができるかを考えている時だけ、天井から力が与えられるかのようです、と記した。ゲーリング家には、党の幹部もよく集まり、同年のクリスマスイブには、ベルリンを砕く指導者ゲッペルスが来訪している。その様子を、カリンは、嬉しそうに、ゲッペルスは、ハーモニウムを弾きました。私たちは皆昔ながらのクリスマスの歌、清子の夜、などを歌いました。 トーマスと私はスウェーデン語、ゲッペルスとチリーはドイツ語でしたが、よくハーモニーが合っていましたと書いている。1931年6月、ヒトラーはゲーリングとカリンの貢献に報いるため、メルセデスベンツを二人に送った。カリンたっての要望で、姉のファニーラとゲーリングとこの車で最後の旅行に出かけたが、すでにカリンは車の椅子からほとんど動けないまでに衰弱していた。 一行は、ドレスデンを訪れた際にヒトラーと落ち合った。アネファニーの証言によると、一行が宿泊するドレスデンパラストホテルに、ヒトラーを一目見ようと集まった群衆を見たカリンは、宇頂典で幸福そのものであり、もしも全ドイツ人が、ヒトラーがいかに、私たちに、大きな意味を持っているかを理解すれば、ドイツに新時代が生まれるのだけれどと語ったという。 1931年9月25日、カリン最愛の母、フルディーネが死去した。診療所に入院中のカリンは、医師が止めるにもかかわらず、その葬儀に出たいとゲーリングへ哀願し、彼も認めざるを得なかった。ゲーリングがカリンを抱きかかえるようにして二人が、ストックホルムに到着すると、息子トーマスが待っていたが、葬儀はもう終わっており、カリンは憔悴しきって、ベッドから動けなくなった。 医師はその夜さえ越せるかどうかとゲーリングに言い、カリンは意識を失っては時々回復する状態を繰り返した。唯一の当事者トーマスによるとゲーリングはカリンが意識を失った時にだけその部屋を出て食事や髭剃りを急いで済ませた。それ以外の時は彼はベッドの傍らにひざまずいて彼女の手を握り髪をなで顔の汗や口を拭いてやっていた。 そして彼は時々急に振り返って、私を見つめていたが、声もなく泣いていた。我々は二人とも泣いた。1931年10月4日、ヒトラーから重要政局のためゲーリングへ、すぐ戻るようにという電報が届いた。しかし、ゲーリングは、カリンが病気である限り、帰らないと決意していた。ちょうどゲーリング不在時に目を覚ましたカリンは、トーマスに、ひどく疲れたの。 私お母さんのところに行きたい、けどヘルマンがここにいる限り行けない。彼のところを離れるなんてとても耐えられないわと言った。そして、トーマスから、ヒトラーの呼び戻しがあったがゲーリングは、看病を優先して行くつもりはない、と告げられて号泣した。仮は戻った、ゲーリングの顔を、自身の顔に引き寄せて語りかけた。その様子を、トーマスは次のように語っている。彼女が、彼に、 ヒトラーの要請に従うよう、頼んだり、愛願したり、命令さえしているのが分かっていた。彼はすすり泣き始め、彼女は彼の頭を抱えて、胸の上に横たえた。それは、あたかも彼が彼女の息子であり、慰めを必要としているのは彼の方であるかのように思えた。ゲーリングの泣き声に気づいて、アネファニーが部屋に入ってくると、カリンは、ヘルマンは、 ベルリンに呼び戻されているのよ。フューラーが緊急に彼を必要としているの、と言って、荷造りを手伝うよう頼み、ゲーリングには、トーマスが世話をしてくれると言って安心させようとした。ゲーリングは、自分が戻ってくるまでだと言い、カリンも、そうよ。あなたが戻ってくるまでよと同意したのだった。ゲーリングを送り出したカリンは、その後1931年10月17日、 心臓病により死去した。カリンの死にゲーリングは命に対して、私が威張り散らすのも、一生懸命働くのも、壮大なものに取り憑かれたようになっているのも、みんなでは一つなんだ。カリンが私のために捨てた生活を、彼女に取り戻してもらおうと、私は決意していたんだと、涙ながらに語った。ヘルマンにとって彼女は、死後も、崇拝の対象であり続けた。 ヘルマンは自らの豪華な別荘にカリン・ハルと名付け、所有の二席の豪華なヨットにカリン1号、カリン2号と名付けている。ベルリンのカイザーダムの自邸にはカリンの個人的な記念品で埋め尽くされた部屋があり、ヘルマン以外入ることを禁止されていた。エミー・ゲーリングとの再婚後もヘルマンとエミーの関係には常にカリンが影響していたと言える。ヘルマンの奇抜な私服も多くは、 カリンのデザインであったという。ゲーリングとの間に子供ができなかった点について、トーマスはカリンが早産で自身を産んだため医師から、もう妊娠はできないと告げられていたとしている。そして、カリンの死の直前、ヘルマンはいつだって、あなたを自分の息子とみなすと約束してくれました。でも、彼がいつか結婚して、私が与えられなかった子供を持てればいいと私が、 言っていたと伝えて、頂戴と告げられたという。カリンは、ゲーリングとの性生活に抑制的ではなく、妹に宛てた手紙の多くにその喜びが記されていた。ありがとうございます。